アリビン・フセインは、ヨルダンのフセイン国王の三男、国王の三番目の妻アリア王妃との間の二番目の子供、恩恵継承順位第七位。2011年1月6日からアジア代表として、フィファの副会長を務めた。2015年9月に、ゼップ・ブラッターの辞任に伴い行われる、フィファ会長選において、プリンス・アリは立候補を表明した。プリンス・アリは、 アンマンにあるイスラムの教育大学で初等教育を開始し、その後イギリスとアメリカに留学し、1993年にコネチカットでソールズベリースクールを卒業した。そこでプリンスアリはレスリングにおいて優秀な成績であった。彼はイギリスでサンドハースと王立陸軍士官学校に入った。1994年12月には将校に任命され、 ブルネーで勤務するためにブルネーメダルを授与された。アメリカ留学前、パスファインダーとして、ヨルダンの特殊部隊で勤務した。1999年に、プリンストン大学を卒業した。1988年には、チェルケス人の離散に対する認識を高めるため、ヨルダンからシリアとトルコを通って、西ヨーロッパにあるコーカサス山脈へ乗馬での外流を行った。 1999年にプリンスアリはこのタイにおいてアブドゥッター二世国王の特別治安部隊の司令官として勤務した。国王から国立安全危機管理センターの設立と運営を委任され2008年1月28日までその任にあった。また彼は王室フィルム委員会の委員長でもある。プリンスアリはヨルダンサッカー協会の会長で 西アジアフットボール同盟の創立者でもあり、彼の会長の任期の下で、メンバーシップは13カ国に増加した。2010年10月7日に、アジアを代表してフ、FIFA フ副会長に立候補を表明し、あるいは選挙活動において、FIFA フフにおける変革及びサッカーの理念の実現と、アジア諸国の注目度を上げることに焦点を置いた。2011年1月6日に、 カタールのドーハで行われた AFC 総会でアジア代表としてプリンスアリは選挙に勝利し FIFA 副会長として FIFA 実行委員会と AFC 実行委員会の両方のメンバーを務めている。プリンスアリは女子サッカーにおけるヒジャブ着用禁止の撤廃を擁護した FIFA 役員の一人である。アリは2018年と2022年の FIFA ワールドカップの招致において ロシアとカタールの間の誘致合戦における腐敗疑惑に関するガルシアレポートの公表を主張した唯一のフィファ役員だった。アリは2015年のフィファ会長選挙で第2ラウンド投票が行われる前に辞退してゼップ・ブラッターに敗れた。第1ラウンドでブラッターは勝利に必要とされている3分の2には達しなかったもののプリンス・アリより60票多く獲得しており、 第2ラウンドにおいて勝利に必要な過半数獲得することは確実と見られていた。しかし2015年6月に進行していた汚職スキャンダルの最中にブラッターは FIFA 会長のポストから辞任することを表明した。2015年9月にアリは再び2016年の会長選挙に立候補することを発表した。2004年4月23日に CNN ジャーナリストであったリムブラヒミの娘と結婚した。結婚式は2004年9月7日に行われた。二人の子がいる、ヨルダン軍巡賞の階級を持つ、以下の称号を持つ、以下の海外の勲章を受けている。ありがとうございます。